それでは、計算基礎学1の第15回の授業を始めます。前回のまとめです。前回は高速乗算法としまして、カラツバの乗算アルゴリズムについて説明をしました。で、2通りですね、整数の乗算アルゴリズムと、それから一変数多公式の乗算アルゴリズムについて、紹介をしました。で、今回の内容は、高速乗算法の中でも、高速フーリエ変換と呼ばれる方法について、説明をします。で、ここでは最初に離散フーリエ変換について説明をしまして、それをもとにした高速フーリエ変換について説明をします。で、最後に FFT、高速フーリエ変換ですね、FFT と呼びますけれども、FFT を用いた一変数多公式の高速乗算法について、紹介をします。で、今回の内容なんですが、テキストでは第6章に掲載されております。で、紙の形では配っておりませんので、まあ、必要な人は、PDF のファイルですね、配布されているテキストの第6章から見てください。で、今日は多項式の評価と補完ということで、セクション 6.1、85ページから進めていきます。一応、まあ、テキストがなくてもですね、大体の内容はこのスライドで理解できると思いますので、まあ、必要な人は後で後ほどテキストの方で詳しく内容を確認してください。で、まず多項式の表現なんですけれども、これは特に一変数多項式ですね。一変数多項式の表現なんですが、次のような表現があります。で、一つは係数表現と呼ばれるもので、これは x の I 乗の項ごとにですね、その和として表し方で、まあ、我々が非常に慣れ親しんでいる表現ですね。で、一応これをこのテキスト、この授業ではこの fx の表現を丸括弧でくくった a0 から an の係数の組というふうにして、こうしばしば表しておりました。で、今日もう一つ使うのはこれに対して、その関数値表現と呼ばれるものです。で、これはですね、x0 と fx0 から xn と fxn という n プラス1点の値で表すということで、ちょっと記号が紛らわしいのですが、この三角括弧というのは、イデアルではなくて、単なる組を表す括弧ですので、注意してください。ですので、ある x0 とそこでの f の値ですね、から同様にして、ある xn とそこでの f の値という組と。いう表し方がもあります。で、大事なことは、そのどちらの表現もですね、今、係数だと n プラス1個ですね、それから関数値だと n プラス1点の組なんですが、この表現でその ng 以下の多項式を1に表すという点に注意しておきます。そして、この係数表現と関数値表現の間を行ったり来たりする計算に名前がついておりまして、この係数表現から関数値表現を得ることを評価と言います。評価という言葉は、この授業でも以前、そのコーナー法のところで使いました。fx っていう関数に何か x0 という値を代入して、その時の値を求めるといったようなことを、これを f を x0 で評価するという言い方をしました。それはこの係数表現から関数値表現を得る一つの例だったわけです。で、これに対して、その関数値表現からですね、係数表現を得ることを補完と言います。内相とも言いますけれども、補完と言います。この n 点を通るですね、多項式、n プラス1点か、n プラス1点を通る n 次の多項式を求めるということで、これを補完というふうに言います。で、これはですね、多項式の補完の一致性ということで、定義 6.1 に主張があるんですけれども、詳しいことは、詳しく内容は、テキストを参照していただきたいんですが、大まかな内容はこういうことです。多項式の補完がですね、1に行うことができるということで、これはどういう原理に基づいているかというと、その先ほどの多項式の係数表現と、それから関数値表現との関係を、こちらにありますように、ファンデルモンドの行列にですね、この係数表現で表したときの、この係数からなる列ベクトルをかけることによって、表現できると。まあ、こういうことに基づいております。で、これ、線形写像なわけですけれども、このファンデルモンド行列というのは、XI が互いに異なれば、正則だと
いうことは皆さん1年生の時の線形代数の授業でやったと思いますので、それを使うとこの係数表現と関数値表現が1対1に対応するということが分かります。さてここでですね、こういった補完の補完の性質を踏まえた上で我々はいろいろな計算をしようと思っておりますので、早速そのいろいろな計算の計算量に目を向けるわけですけれども、まずここで指摘しておきたいのは、その多項式の古典的な評価や補完の計算量は大体その多項式の次数ですね、 N は多項式の次数としまして、この多項式の次数の2乗に比例するという点を指摘しておきます。で、例えばですね、評価、多項式の評価の方法として、これまでのこの授業でもそのホーナー法という方法を紹介しました。で、ホーナー法の計算量というのはどのくらいだったかっていうと、この一つの fx をですね、1点 x0 で評価する際の計算量というのが、θ の n、つまり多項式の次数に比例するという見積もりだったわけです。で、今ですね、やりたい評価っていうのは、与えられたように、この与えられた n プラス1点の値をこう順番にバーッと計算していきたいということですので、例えばこれ、ホーナー法で、n プラス1点のこの f の値を評価すると、結局このホーナー法を n プラス1回繰り返すことになりますので、全部の計算量は n プラス1かける θn ということで、まあ、n2 乗に比例する計算量になると言えます。それから逆に、補完なんですけれども、補完法はここでは詳しくは述べませんが、ラグランジュの補完公式というのがあります。で、これテキストでは定理の 6.2 に、書かれて、おりますけれども、実はですね、この授業で扱いました、拡張ユークリッド誤助法に基づく中国乗算法というのは、本質的にはこのラグランジュの補完公式を計算していると同じことをやっております。ちょっと関心のある人は後でそのことをちょっと、考えてみてください。で、一応ですね、ここでは証明はしませんけれども、事実としまして、このラグランジュの補完公式の計算量も θ の n2 乗で抑えられているということを示しておきます。以上のような形で、その多項式の評価や補完というのは古典的なアルゴリズムですと、大体 N2 乗に、N 多項式、入力多項式の次数ですね、N2 乗に比例するということを押さえておいてください。で、ところがなんですね、実は高速な評価や補完のアルゴリズムというのがありまして、具体的にはどのぐらいの計算量になるかっていうと、評価の計算量がオーダーの n ログ n、それから補完の計算量もオーダーログ n、n ログ n を満たすようなアルゴリズムが存在するというわけです。で、今日のその目標としましては、こういったその高速な評価や補完を行うアルゴリズムを使ってですね、その多項式の加算や乗算を早くしようと、そういう話をしていきたいと思います。思います。で、まずここではその、実は評価や補完のアルゴリズムとしては、その古典的なアルゴリズムよりもその全近的な計算量がより速いアルゴリズムが存在するということを押さえておいてください。それからこれとですね、その多項式の加算乗算の効率化をどのように実現するかというと、もう一つ使う道具がですね、この畳み込み積と呼ばれるものです。で、これはどういうことをやるかというと、その例えば fx と gx という2つの多項式がありまして、で、これ仮に n 次の多項式としますけれども、これをそれぞれ f と g をですね、この n プラス1点でこう評価した関数値表現ですね、関数値表現が得られているものとします。で、この時に何をやるかというと、例えばこの fx プラス gx っていう多項式の和ですとか、それから fxgx という多項式の積をこの関数値表現の方でやってしまおうっていうんですね。で、その時の計算量っていうのはどのくらいになるかというと、fx と gx の和の場合はですね、その x0 から x0 のそれぞれの点で、それぞれの点での f の値と g の値の和を取るということですので、
これは計算量としてはオーダーの n になるわけですね。で、この計算量はもともとの係数表現での多項式の和を計算した際の計算量と、まあ、ほぼ同程度の見積もりになるわけです。で、注目したいのはこの積の方ですね。積の方はどういうことをやってるかっていうと、この関数値表現の方では、x0 から xn における f と g の値、それぞれをですね、積をこうバーッと取っていくわけですね。で、これで、使うですね、演算の回数というのが、まあ、オーダーの n ということで、実はこの係数表現ですと、この素朴なやり方ですと、この乗算の計算量というのはオーダーの n2 乗になるわけなんですが、関数値表現でこの畳み込み積に帰着させると、その積の計算量がオーダーの n に落とせるっていうところですね。ここが一つ の計算量を小さくするポイントになります。ここを押さえておいてください。ですので、この関数値表現を使って、まあ、多項式の加算や乗算の効率化を行いましょうという話をこれからしていくことになります。で、まず結論から言うと合計としてオーダー n ログ n の計算量で多項式乗算を行うというか行いますということが、まあ、今日 の話のメインのテーマになります。で、そのステップはこのような形になっております。まず最初のステップでこの、まあ、fx と gx の多項式表現を関数表現に変換します。で、これを計算量がオーダーの n ログ n で行うんですけれども、まあ、ここでその使う、計算がですね、離散フリー変換と呼ばれるものです。で、次に2つ目のステップでは、この fx と gx の畳み込み積ですね。素朴な積とは異なりますので、これ一応アスタリスクっていう記号を使って表しましたけれども、この畳み込み積の計算が大体オーダーの n と。で、最後、この fxgx の関数値表現を多項式表現にこう変換するというか戻すのに、大体これが計算量がオーダーの n ログ n で行われるんですけれども、この戻す項は、まあ、離散フリー逆変換と呼ばれております。で、でこの、まあ、ここのアルゴリズムでですね、この離散フリー変換と離散フリー逆変換というのを使うんですけれども、これのこの離散フリー変換や離散フリー逆変換をですね、高速フリー変換と呼ばれる手法で、計算量としてはオーダーの n ログ n で変換を行うというのが、まあ、今回の話の中心となります。まずここまでよろしいでしょうか。